兵庫県西張馬総合庁舎西張馬県民局は日本の地方実地法155条に基づいて設置されている兵庫県の市長。所在地は阿光郡上郡町の西張馬総合庁舎で辰野市に辰野庁舎を設置している。前身組織としていずれも1942年に設置された伊賀郡と佐用郡を管轄する辰野町の伊宇タスク地方事務所。 阿公郡を管轄する阿公町の阿公地方事務所、思想郡を管轄する山崎町の思想地方事務所が認められる。1975年からは3地方事務所が管轄していた地域は姫路市に設置された西張間県民局の管轄となる。2000年には県民局の数を6局から10局に増設する県民局設置条例の改正が行われ、 従来の西リマ県民局管轄地域を西リマと中リマに分割することとなり2001年4月1日に分割前の県民局の名称を継承した西リマ県民局が伊保郡新宮町にまたがるリマ科学公園都市に新設された2014年4月に実施された組織再編では高度土木事務所の町づくり建築家と 光と農林水産振興事務所の水産漁港課の業務が中リマ県民センターに移管され、中リマ県民センターから環境課が西リマ県民局県民交流室に移管された。兵庫県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は旧、摂津国、丹波国、リマ国、田島国、淡路国、備前国、三正加国の国境。 一神戸県民センターに阪神南県民センター3、阪神北県民局四東張間県民局五北張間県民局六中張間県民センター七西張間県民局八田島県民局九丹波県民局十淡路県民局県民局の発足当初は、市総に安富町を管轄区域に含んでいたが、同庁が2006年3月27日をもって、 姫路市に編入されたため境界変更が行われ、旧庁域は中原島県民局県民センターの管轄下となっている。健康福祉事務所は他の都道府県における保健所に相当する。県庁スタイル、英語兵庫知事選挙に県民局、頼りにされたい。神戸新聞、オリジナルの2012年8月4日、時点におけるアーカイブ。 http://archive.is/avtj <coughs> イイ兵庫県県民局組織の再編。ありがとうございます。